ほら、食った。ほら。はーい、もう、ちょっとどうにも当たりが出せなくて、手形抜きに変えたら速攻。タヌキに夏バスくん走ってる。いやーもうね、同じ釣り方の繰り返しですけども、これしか釣れないんだよね。お、食ったよ。また食った。いや。よし。本当よく釣れんね。今日この色効いてるね。ウォーターメロンソリッド。もう限界ボロボロになってきた。デカタヌキにチリバスク。よし、ちょっと今日きついんで山ミミズで狙っていいですか。いやー、もう夕方前なんですけどね、なかなか釣れなくて、せっかく来たんで釣りたいじゃないですか。ということで山ミミズ投入。すいません、でかいルアー全然釣れない。でもね、ミエバスはいっぱいいるんで、ミミズさんだったら食ってくれるんじゃないかな。あー、ギル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 。ギルじゃない、ギルじゃない、ギルじゃない。パスクエ、パスクエ。こっちだ、こっちだ、こっち。よし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 。ミミズにした途端、反応が激変わりなんですけど。よっしゃ。よいしょ、よいしょ、はい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 。やっぱミミズは、山ミミズは大好きだ。山タヌキのでかいサイズも結構釣れたんだけどね。はい、よいしょ。ありがとう。一匹目で、こういう釣りの時はもちろんシリコンチューブね、ジーニアスプロジェクトのシリコンチューブ、これがあるとガツッと食われてもワームが生きてます。はい、タックル紹介のコーナーです。まずロッド、ロデオクラフトのですね、ホワイトウルフ2ポンドクラス 6.6 フィートのすごいライトリグ用のねロッドですね。で、リールがコンプレックス、これに PE のこれ 0.65 だったかなを巻いてあります。で、リーダーね電車結びして、ルアーはこのね、ゲーリー山本の、山ミミズ、ね。これにエンジンのね、スーペリオフック、ね。これを組んでおります。ちょっとね、これね、さっき、根がかりで針が開いたんですけど、それをそのまま使うことによってね、すごいね、針がかりがね、ハフってね、加えた瞬間にかかるように、ちょっとね、針が外開き仕様になっております。で、これね、ジーニアスプロジェクトのシリコンチューブ4ミリ。ね。もっとね、合うのはもうちょっとね、なんだ、3ミリとかだと思うんだけど、4ミリでもね、具合よく使えるんでね、山ミミズ。これで、だいたいね、複数匹釣ってもね、切れないようになります。これつけてないとね、1匹ごとにね、ちぎれちゃったりするんで、まあ、こういう細いワームだからね。で、釣ってるうちにね、こう、なんだろう、真ん中のとこでちぎれてなくなっちゃったりするんで、ちょっとね、たまに位置差し直したりするとよりね、長く使えます。はい。というわけで、こんなタックルで、筒抜けチャレンジしております。
サイズも見てくれるんだけどな。よっしゃ、いやこれは混ざりちょっと大きいぞ。あちょっと混ざりだったの。あでかい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 。今日一バラしたくね。やばいやばいやばい。おおおお、引く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 、おおっとやべ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 、ほい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 、よっしゃ、いやー今日の中では大きいんですよ。やったー。一回見てね、逃がして、でもう一回食いに行かしたらね、へへ、山耳はーい、山ミミズにちょっと技ありなサイズ。いやーよく引いた。ね。今日の中では一番大きいかな。いやー、横顎にかかったね。一回気になる素振りを見せたから、ちょっとルアーを逃がして、もう一回ね、ここ食うんじゃないかなってとこに入れ直したら、追いかけてってね、パクッと食ってくれました。技ありの一本。いやーよかった。40はないかな。まあでも嬉しい一匹。イエーイ。いやーよくバレないでくれた。ねえ。山ミミズに、ナイスサイズ。イエーイ、ありがとう。はい。ちょっとね、地味系カラーの山ミミズをね、入れております。ここのね、ここにいて気にさしてあっちに入れて、ほんでね改めて食わせたって感じなんで、ね、で山ミミズハーフソルトがこう待ってるとね、そこに沈むんで、そうすると食いに来て今ついばんでる。食ったね、こういう感じで。うん、いやちょっとこれはちびっこだけど、これでさっきね同じところでね、ちょっといいサイズのバスがね、これのちょっと大きいバージョンの釣りね、そこは同じとこにいたからね。はい、ありがとう。いやーちょっとね今ね時間ももう夕方に差し掛かってから、トップウォーターとかねそういう時間なんだけど、ミミズに変えたらすごい反応がいいです。ちょっとバス見つけて投げた方がいいな。あれバスの尻尾じゃないのか。バスだよな。よっしゃ、4匹目、4匹目、ありがとう。ほいしょ、ほいしょ。はい、山ミミズで4匹目ね。うん、ちょっとね1個下にねいい感じでいるね。はい、シリコンチューブセッティングだからね。
まだ壊れない。よいしょ、一個下にいるね、一個下にね。ちょっとこれがね、ヤマミミズのハーフソルトだからね、絶妙にこう横がこうなりながら沈んでくんだよね。それもバスがたまらず抑えにかかっちゃう。4匹目はチビちゃんだったな。よっしゃ、立ち火の横から湧いてこないかな。よっしゃ、5匹目、ありがとう、ありがとう。よいしょ、よいしょ。ほ、この倒木のね、脇ふわっとやったらね、5匹目、イエイ、ありがとう。まだあそこいるっしょ。ちょっとさっきね、釣れなくてね、もうどうしようっていう時間にね、全ヤマミミズにシリコンを装着しておきました。よいしょ。6匹目を狙っておりますよ。うわ、糸がトラブっております。糸がトラブっております。ちょっと軽いリブをふわーっと投げる釣りだからね、これはもう絶対怒っちゃうよね。よいしょ。まあそれでもね、このコンプレックスだからね、少なめだと思うけどね。一日中やって、今初めてなんかピョン吉みたいな変な風になったから。うわー、途中でやめた。賢さマックスになってる。今ね、鼻先数センチで食うのやめたね。あー、今新しいバス入ったらあれ食うんじゃねえかな。あ、食わねえ。さあ、小規模プレッシャーがかかり難しくなってまいりました。でもこんぐらいからが楽しいよねさあ、ワッキー仕掛けでどこまでいけるか。あー、ギルが見に行った。君はいい、君はいい、ギルくん、ギルくん、ギルくん。ここの超賢いな。こっち側にもよくいるよな。ギルが騒いでて、バスもなんだって見に来たしな。いや、ギルじゃない。あー、やべ、口まで吸わしちゃったかな。大丈夫でした。よし、そこに来てバス。あー、ギル先行った、ギル先行った。6匹目がギルの猛攻により厳しい展開です。いや、バス、あー、バスだ、あ、バイバのバスだったな。超クソむずい。6匹目大苦戦中です。もうこんだけギルが、ここはちゃんとあのブルフラットとかを投げなきゃいけないとこだね。うーん、ちょっと先にギル食っちゃうな。ここ5匹で止まってしまいました。
あれ、恋だよな。この縁は絶対いるだろう。おっしゃ、6匹目フチバス。よいしょよいしょ、そこの縁にいましたね。6匹目、君は下へどうぞ。さあ、縁で何匹か重ねたいな。7匹目狙ってきます。留守だ。絶対ちょっといいサイズいるはずなんだよ。あれ、よっしゃ、7匹目、よし、うお、元気、よいしょ、ういほ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 い、7匹目よっしゃ、7匹目あと3匹でつぬけ。真っ黒ないいバスだね。沈めたら食いましたよ。あ、まだいるね、バスいるね。ごめん、ちょっと君はすいません、下の方面へお願いします。7、次8匹目か。兄弟がどこに行ったのか気になってる様子だが、頼む。ルアーは見ている。沈めてみる。8匹目厳しい。今バスだ。やべえ。
よっしゃ、8匹目。こんなとこにいた、こんなとこに前釣ったことあるけど、あ、やっべやっべやっべ、よいしょ、結構いいサイズ、ちょっと弱らせてくる、よいしょよいしょ、あー、8匹目。大雨降り出した、よいしょよいしょ、大雨が降り出した瞬間に8匹目こんな淵にいまして雨降り出しちゃった、8匹目ね、痩せてるけどちょっといいサイズ、これ下逃がしてあげた方がいいのかな、ここで餌取れてんのかな、イエーイ、ヤマミミいたね、淵、今日この前いなかったんだけど、なんかのタイミングで上がってきたの、上がれるんだね、8匹目9匹目狙います、連チャンするか、ここいるとき食い気立つとき連チャンするんだけどな、ちなみに電車結びで10ポンドかな、10ポンドのリーダーつけて、PE ラインはね 0.65 かなんかだったの、結構抜き上げなきゃいけないタイミングもあるから、いいと思ってね、最低限慎重にこう抜けば切れない強度は確保しております。あのリーダー4ポンドとかだとね、あの抜くときに切れちゃったりするからね、俺は6、8、10、12とかね、なんかシーバス釣りでよくねそんなセッティングでやってるから、そんな感じで、ただロッドは超食わせのね、スッて吸い込むねロッドを使ってるんで、結構魚が加えてくれさえすればしっかり針がかりねできる、これが竿硬すぎるとねちょっとスパーンって抜けちゃったりするんだけど、お、あれ食うだろう、見えバス避けるな、この入れ方で避けるんだ、でも今短時間でね8匹ぐらいは釣ってるから、ちょっとすれは加速してるね、ちょっとザーッと雨とか降ってくんないと厳しいかな、バスがちょっと変な方向いちゃって、岸向いてくれてたらねやりやすいんだけど、針はねこれスーペリオフックの小森さんの M2 フックだっけな、もう RD サイズだった、でもあいつはなんか食わない、ベイトフィッシュ探してる風だな、9匹目おっしゃ、しかもちぎれた、半分だけ食わえてたのか、くそ、ちょっと経費削減のためにあのハーフ山ミミズにさしてもらいます安かないんでねちょっとこれギルも吸い込んじゃうから、バス限定で投げねえとやべえな、ベイトのサイズこんぐらいだから、こんぐらいのハーフミミズで見つけてさえくれればパッと食いそうだけどな、完全にバスには山ミミズがルアーだってのがバレてるね、結構見えてるし食ってもおかしくないと思ったけど、この避け方は必
完全に認知されちゃってますね。どうすっかな、これもギルだもんな。これギルだよ。ああやべえな、この ギルの猛攻を避けないとバスが釣れないんですが、参ったな。しかもなんかバスとかみんなお出かけしちゃって、あ、よっしゃ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 、9匹目、よっしゃよっしゃよっしゃ、新しく刺してきた人だ。よっしゃよしよっしゃ、ハーフミミズに9匹目。ちっちゃいけどね、ちっちゃいけど嬉しい。あと1匹で続けだ、ありがとう。よし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 、全然終わってないぞ。さあ、いよいよあと1匹で10匹。あ、そこに戻ってったから、ちょっとそこは今日はもうおしまいぐらいの時間かもしれない。こっちで、ね、こっちのちょっとそこにいるやつ狙うか。あれあれ、ギルに半分持ってかれた。どうしよう。ああ、こりゃ無理か。ああ、シリコンチューブは回収できたけど、ちょっとワームがちびりすぎちゃったんで、新品。いやー、見えバスも見えなくなっちゃったな。どうしようか。あと1匹でつぬけ、切りよくね、10匹目行きたいけどね。あー、見えバスがいないし、だいぶタフ化してきちゃってる。またギル、やめて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 、ああ食っちゃった食っちゃった。ちょっとちょっとちょっと、お、見に行った。君が10匹目の戦士かい。あ、通り過ぎた。ああ、もう一匹。あ、今日見てんじゃん。まあ、食っちゃえよ食っちゃえよ食っちゃえよ。いいよいいよ、食っちゃって。ダメだ、動かせない。うわ、ちょっといいサイズだった。やべ、息止まってた。うーん、恵みの雨か。これザーッと降ったら10匹目来るぞ。頼む、ギルが加えちゃった。吐いたのをバス食わない。うわ、そこに3匹ぐらい今いたんだけどな。奪い合いませんでした。よし、見ない見てないよキャスト。俺は絶対そっちを見てないよ。サイトもしてないよ。だから食ってよ、お願い。よし、食った。10匹目食いません。さあ、恵みの雨降ってきたぞ。これでバスの警戒心が解けて10匹目が釣れるというつもりなんですが、雨弱雨弱いな。もうちょっと降ってくんない。あー、ギルが見に来たから抜きました。スクールバスでうろうろする時間だと思うんだけどな。
どうでしょうか。なんだかんだね、同じ場所でずっとやってるからもうね、魚がすれちゃってね、山ミミズすらこう避ける状態になってしまっております。ミエバスはいるんだけどね、ボイルとかする状況だったらね、もうちょっと早いと思うんだけど、今日なんだろう、微妙に涼しいからか、全然バスがボイルとかしないんだよね。餌食うぞって感じで、新しくふわーってみんなで泳いできた瞬間とかにね釣れるんだろうけども、いつきのバスはね、山ミミズ1センチ前でね見切るぐらいね釣れちゃってる。10匹目釣りたいな、ここまで来たら。おっしゃ、どうだどうだ、10匹目来たそこで事故、あーバレたこれかー、そうっすか、あーバラしたからここしばらくないかな。ドラグ強かったかな。今のはバレない感じでファイトしたしたと思ったんだけど、やっちまったよ。でも本当やっぱね、おっしゃ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 、よっしゃー、つむけー、よーし、よく食ってくれた、君偉いぞ。はい、山ミミズ10匹つむけチャレンジ、最後にちっちゃいバスが来てくれて10匹達成できました。はい、じゃあ早く逃がしたいきます。よっしゃ、いやありがとうね、ありがとうね、君ね、ほんとありがとう、ほんとね、君を待ってたんだよ。よし、じゃあちょっと違う釣りしようかな。